で、恋愛とか、なんかそのさセ、セックスってさ、ある種自分と向き合ってると思うんだよ。みんなも。その女を落とした自分に、惚れてないちょっと。<laughs> その女の子を落とした自分に酔ってるの。だから、さっきの34歳も、なんていうの、いい女を抱くことだって。いい女を抱いた自分に酔ってるの。だから俺はよく振られてたの。マジで。絶対に自分のことを振るであろう女に突撃していって、俺と鬼はマジでそう。 <laughs> あいつ視聴者行ってないと思ういや。いざ手に入ったら冷めるとかじゃなくて、もうなんか、そもそもその関係は意味がない。でも俺視聴者抱いたことない。あの、そういう出会い方して抱いたことは一回もない。かな。連絡取って、みたいな。だ俺硬いよ、すごい。視聴者抱いたらダメな理由って言うのはとダメじゃないんじゃないでも、みんなが一番よく知ってそう、視聴者抱いてる配信者なんてさ、なんか、 あれが知れないそいつのさ、浅さが知れないなんか <laughs>。こいつなんか、そこ行くんだみたいな。言語ができない。俺は少なくとも、配信者としては三流以下。だと思う。いや、結婚してれば OK! なんか。もうそれってさ、もう誰も文句言えないじゃん。<laughs> あの、複数の視聴、もうメインの自分、なんか、いっぱい出会ってて、みたいなのは、 ありえない。<laughs> いや、おえちゃん、だ俺、おえちゃん別に俺擁護したけど、普通に配信者としてはゴミだと思ってるよ。<laughs> そんなことで、自分を大事にしてない。自分のを、をじゃ自分がそう見られてもいいって思われたくない、俺は。一ファンとして、加藤十一の。加藤十一が、ツイッターの DM 解放して、女を抱いていて欲しくない。まず俺が。どうせ、写真撮られたり、 なんか炎上するんだったら、いい女で会ってほしいと思ってる。だから緑さんが AVJ で湧きしたときは、よくやったと思ったのでもその後変ななんか <laughs>、変な女でやったときは、何やってんだよと思ったのなんか、そういうのあんだよ。男にしか分かんねえ。最低だろ。でも俺、俺、おえちゃんはフォローしたからね。まあ男の子って、そういうことがあるし、犯罪じゃないんだから別にいいじゃんって言ったけど、配信者としてはしない方がいいよって。教育していかなきゃいけないから、俺は、みんなを。 この世界を。プロタンは全然 OK。あんなん別に全然 OK でしょ。<laughs> 何にも悪いことしないくらい。全然 OK。何にも悪いことしてないし、もっと、プロタンと一緒にあラウンジ行きたい。その大た女、あいつ行けますよ、加藤さんみたいな。<laughs> プロタンラウンジ行こうぜ、今度。<laughs> あいつは図鑑を埋めてただけだぞ。あの、ポケモンみたいに。かっこいいしね。 どうせ抱くなら自分を全く知らない女がまあな、格好つけなきゃいけないからな。かっこつけなきゃいけないじゃん。まあでも俺も抱いたことあるよ、視聴者もちろん。だけど、まあ、変なことはしてないかな。いや、あるある。だって、出会った女がさ、自分のこと知ってたらさ、もうしょうがなくない多分風俗とか。もう仕方なくない普通に飲みの席で出会った女が俺のこと知ってたとか。 もうしょうがない、もうしょうがないじゃん。んうーん。つって、この、肩で風切って言ってたけどね。そういうのは。でもなんか悪いことしてたら俺出てくるんじゃないかな。健全よ。すごい。やってることは健全じゃないけど、太陽は健全よ。<laughs> 松本人志みたいなことはやってない。松本人志がやってるって言われ、今、巷で噂されてるようなことはやってない。風俗に行ったことないから関係の薄い人を抱いたことがないんだけど、愛する人を抱くのとはやっぱ違うかなん いや、それはやっぱもう、マインドコントロールが下手、下手だね。俺だってもう、ちゃんと好きになるもん、その瞬間だけだ。俺好きじゃない女とエッチしたことないのね。その瞬間はもうすっごい好きになるから、こっちもやっぱプロだからさ。めちゃくちゃ好きになるのね。一瞬。お前7年前、うんこルール決めるときにアイドルセックスはしないで、視聴者とするときはってことでしょ。だそれから視聴者としてねえもんだって。 <laughs> してねえから別に、そもそもしてねえからいいだろ。まあでも極論や別に誰にも迷惑かけたことないからな。でや、サッちゃんには迷惑かけるかもしんないけど、みんなには関係ないじゃん。俺が謝るべきはサッちゃんでさ、世間には別に謝る必要もなくない本当に、じゃあ本当に、真クっ,って理解できないそれが。俺はサッちゃんには謝るいつもごめんね、つって。だから芸能人とかが不倫でなんか記者会見してるのとかも俺なんかよくわかんない。 その開き直りだぜいや、開き直りっていうか。じゃ、何を目がかけてるのか教えてほしい。マジで。何にも目がかけてないじゃん。俺だん、だから、なん、なんかテレビとか見ててさ、謝られてさ、なんでこの人俺、俺に謝ってんだろうと思っちゃうんだよね。スポンサースポンサーに向けて不倫しちゃってごめんなさい、みたいな。俺別にスポンサーいねえもんだって。か誰かが一番最初にやったんだろうね。 それが、だから、ミソラヒバリがサイン書くときに、あたしはこんなね、きらびやなとかなところに書けないですよ、つって裏側に書いたんだね。それで、サインは裏側に書くものっていう文化が広がったと同じように、誰かが最初にやったんだろうな。いや、カツシンタロウは謝んないよ。だって、カツシンタロウ、コカインで捕まったときも、カツさん、コカイン使用しないにはどうすればいいですかってじゃあパンツ履かねえよ、つって木でしたよ。 パンツに隠してコカインを密輸してたんだけど、じゃあもう二度とパンツ開かねえやって言ってたんだよ。パンツに聞けよって。いや、石田純一だって謝ってないじゃんだよ。あの人行かれてんじゃん。不倫は文化だとか言ってさ。流行語大賞になってたじゃん。勝つ太郎た3回捕まって3回とも謝ってない。<laughs> 捕まったら謝るけどね、俺も。ごめんなさい、つって。でも、器が違うね。さすがの俺も捕まったら謝るよ。 みんなになんか迷惑かけて、みんなになんか、そう、失望させてごめんねって言うけどね。勝新太郎空港でセックスのるのに週2回って書いてた。<laughs> メールじゃなくて週2回って書いたんだ。日本語で。